はい、こんにちは。福岡です。どうでしょうね。今、本当超がつく、情報化社会になっています。捉え方によってはね、いろんなデータを利活用できるっていう方もできますけども、これってただ同時に、いろんなデータが見られてしまうっていうリスクもはらんでるんですよね。今日のテーマは、データの利活用もそうなんですけども、加えてセキュリティ。こちらを主に事業展開をされている、イーグリス様を、今日はお招きしております。早速お呼びしてみたいと思います。イーグリス株式会社 CEO の今林さん、聞こえてますか？はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。本当今この領域、結構ね、なんて言うんだろう。これは必ずしもシステムだけじゃないと思うんですけど、そのデータの漏洩による問題。もうこれ一企業じゃなく、社会的なもう責任問題にも発展してますので、結構ね、AI がブームであるがゆえに、皮肉なことにちょっとセキュリティと言いますかね、守りのところがちょっとおろそかになってるのかなっていうところも実は危惧してましたので、そういったところも今日はぜひ楽しくね、対談できればと思ってますね。よろしくお願いいたします。はい。はい、よろしくお願いします。はい。裏のあれですかね、背景画像は、御社の実際のあれですか、もしかしてオフィス画像ですか。はい。うちのオフィスですね。いわゆるオープンスペース的なところになります。ここで、パートナーも、お客さんも一緒の、場に呼んで、そこでディスカッションしてっていうようなところで、オープンイノベーションを推進するような場所になっています。いや、でも本当、御社、ある意味、本当の機関のところであるがゆえに、いろんな方々とやっぱ接点ってところが大事になってきますよね。はい、その通りですね。そうですよね。このあたりまたちょっと中身でも関係するかもしれませんけど、ちょっと私もいろいろ聞きたいことがあるので、今日はよろしくお願いいたします。はい。じゃあちょっと早速ですけどね、ちょっと御社の、企業紹介も絡めて、お話しいただきながら、適宜私も質問挟ましていただければと思うので、よろしくお願いいたします。はい。お願いします。はい。じゃあ、そうしましたら、プレゼンテーション、はい、よろしくお願いします。はい。はい。こちらで大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい、そうしましたら簡単に会社の紹介を最初にさせていただきます。今、うちはですね、6年目になるんですけども、既存のプロダクトリリースが2020年、そこまで研究開発をしてましたんで、リリースしてから、2年ぐらいですかね。で、今、うちの特徴としては、海外から10カ国以上ですね、グローバルなメンバー集まってたりとか、特に AI とか暗号とか量子とか物理、素粒子みたいな、本当コアなところのメンバーが集まって、解析に関わるところですね。とか、理論のところが集まって、そこでお互いの、専門性を磨き合って、プロダクトを作る。で、ちょっとこれも、恐縮ながらですけども、グローバルにもいろいろ出る機会もありまして、グローバルで3万社以上集まる世界大会で開催させていただいたりとか、そういったので、なんとか名乗りを上げようと頑張っているようなところもあります。すごいな。一つ糧にしながら。はい。で、我々が取り掛かっている、課題感っていうところなんですけども、今、やっぱりこうやって AI とかデータ化の赤なキーワードとして取り上げられている、いますね。で、特に日本の中でも、こういうデータ流通市場とかですね、ソサイティとか、一方で、海外だとテックジャイアント、GAFA 含めてきてますんで、その中でどう自社として、競争性獲得していくのかっていうところで、経営会議のアジェンダレベルで、データ活用というのがもう上がってきていると、で、データ連携に生まれる価値というのは各社さまざま、もう本当に大きくあるので、こんなトレンドになっているわけですけど、ですね、やっぱりデータ連携が進まないという大きな課題があると思います。各社が持っているデータって本当に一部でしかないので、ビジネス上、本当に DX を起こそうとすると、関係会社との連携の中で、そこの、業務構造を変えて効率化するとか、新しいビジネスを作っていく必要があると思うんですけど、そうすると、機関のデータの連携が必要になると。確かに。で、じゃあやろうとしたときに課題になるのが、そもそもシステム違うんで、フォーマットが違うよねとか、あとセキュリティで、そもそも自社のデータを、の営業秘密を外に出せないとか、資産レベルとして高いものを出せないっていうのは当然ありますし、データとして外に出せたとしても、やはり必要性の問題、営業秘密になればなるほど、あまり細かな、例えば工場の、
稼働で詳細とかですね、うん、営業リストとかも当然ながら出せない、うん、でも取引のためにはそういったのが時に必要になったりしてくるというところで、あのそういう出せたとしても秘匿性の観点でちょっとこうマスキングをしたりとか、いろいろ扱い気にしないといけないことがあって、うん、まあ実はこうセキュリティとプライバシーと秘匿性って似たような言葉で全然違う概念だと思う、うん、こういったところに対する解決策として、まあ、フォーマットの不正行っていうのは我々自身としてはこう AI を使って、はい、マッチングしたりとか、はいはいはい、したりとかっていうことで AI を使ってたりするんですよ。ここはまあなんとか力技で解決できる領域、まあ、SAP さんとの連携というところも含めると ERP のパッケージとして、まあ、そこはフォーマットあの大体あの構造を寄せてるところもあって、はい、まあ、ここは解決できるんじゃないかと。一方ですね、ここのセキュリティとか秘匿性の懸念っていうところに関しては、うん、やはりこうなかなか解決策がなくて、でそこに実は秘密計算という技術でデータを暗号化した状態で、で、うん、持ち寄ることができると、セキュリティの問題もないし、合わせて暗号化されてるので、マスキング自動化されて、はい、あのなると。その上でデータ活用が進むっていう、あの、うん、それが秘密計算といわれる。秘密計算。ああ、これも一般的な言葉として、あの、うん、まあ、当初でブロックチェーンぐらいの感じの一般的な言葉として、はいはいはい、一つある言葉になってきてます。なるほどね。まあ、いわゆるデータセキュリティ技術の中の位置づけもあるし、うん、まあ、喫緊のこうよく課題として取り上げられるプライバシー保護っていう領域、ええ、で、プライバシーテックっていう領域の中の技術としても取り上げられることがしています。ここで本当と難しいですよね。まあ大半私自身もね、AI に携わってましたので、やっぱ左下だけで相当しんどいというか、あの、まあ力ざとおっしゃってましたけど、まあそれもすごいなと個人的に思ってますと。で、右下自身がなかなか、なんとなく理屈は分かったんですけど、ただ、やっぱり出せないからね、あの、セキュリティなので、そこの解をどう右下のソリューションを解決するのかって、ちょっと個人的には、あの、率直になんか不思議なんですけど、どういったイメージなんですかね。あのイメージとしてはですね、うん、データを、例えば ZIP ファイルで、うん、鍵をかけてパスワードを設定して、はい、ZIP ファイル化して、でその後メールで ZIP ファイルを送ってパスワードも送るというプロセスを基本上あると思うんですけど、うん、はいはいはい、結局、後でパスワードも送っちゃってるんで、ZIP、うん、ファイルの中は当然回答される前提で、うん、まあ、データを提供するわけですね。うん、秘密計算の世界観はイメージですけど、はい、ZIP ファイルだけを相手方に送って、はい、パスワードは自分の手元にしか持ってないと、一切誰にも開示しないっていう前提を作った上で、相手方はこの ZIP ファイルをオープンせずに、そこに、はい、例えば AI でいう Python のようなこう言語を当てて、はい、解析をすると、そんなことができるんですか。すごいですね、何これ。素晴らしい。どうやってのっていうところの技術のところは、割とあの、うん、かなり細かい理論的な話になってしまう。使い方の概念でいうと、そんな感じで使っていく。そんなことができるんだ。ちょっとそれはびっくりしました。ありがとうございます。はい、なるほどね。そういった攻めと守る両面を御社がお持ちなんですね。あ、そうですね。言って攻めのセキュリティって言ったら聞こえないかもしれないですけど。なるほど。リベロみたいなイメージなのかな、サッカーで言うと。そう思ってるけど攻めもするみたいな。はい、なるほど。あれまさに両立ですね。はい、すごいな、これ。そうなんです。まあ、そういった背景もあって、グローバルでも結構取り上げられてて、はい。もうガンをはじめ、ここはいろいろインベストメントが走っているようになりました。なるほど、なるほど。はい。まあ、そういった、まあ、こう、課題も踏まえてですね、我々が実現する、まあ、世界の、まあ、ミッションというところに関しては、まあ、このインダストリーのあらゆるデータっていうのを、収集して、それを、セキュアに暗号状態で収集して、でその活用するっていうところまでできると、まあ、いいんじゃないかと。で、いいっていうのは、例えば AI というところの観点だけで言うと、よくこのデータを価値に変えていく、まあ、エンドに届けるところの、まあ、業務効率化だったりとか、ビジネスモデルっていうところでよく議論されるんですけど、はい、そもそもデータがなくて AI が作れないって話はよくあってです、うん、で、データが集めれない課題にさっきの連携ができないとか、セキュリティ、プライバシーの問題があって、うん、で結局この、あの出口の設計はいいんだけど、入り口が意外と、なんですかね、ちゃんと作れてなかったっていうところがあって、うん、じゃあそこを、いかにまんべんなく、いろんなインダストリーとか会社をまたいでデータが収集できれば、もっともっと、データがそもそも使いやすい形になって、
で、いろんなエリアが作れるということで、ここのところが我々特にあのコアとして思ってまして、うん、データを安全収集すると、まさにさっきの秘密計算を使った、はい、インダストリーのデータ連携収集というところを特にあのベースコアにしながら、まあ、うん、それだけじゃやっぱりお客さんの価値に変えられないので、うん、で最後の、あの右側まであの持っていくと、このエンドトゥエンドでやっていくということをミッションとして。わかりやすい。なるほど。確かにね。左側、まだちょっと盲点と言いますか、弱いとこですよね。まず、どうしても目先の右に関心を寄せがちですけど。で、我々のまあビジョン、まあ、これも、うん、あの大きなイメージっていうところまでですけど、本当にこういう、はい、あらゆる金融、医療、科学とかですね、うん、こういった業界の持ってるコンフィデンシャルデータっていうものを、あのしっかり利活用して、で、それをデータ、あの、これデータ提供者、データサプライヤーという位置づけで、こちらがデータコンシューマーという位置づけなんですけども、まあ、そのコンシューマーにしっかりデータを届けていって、で、その上でこちらで、まあ、こういった様々なあの診療とか治療に活かしてもらったりとか、ここは脳科学が発展して、まあ、そういったところの新しい認知のところを改善する、機能としてデータが使われるようになったりとかですね、宇宙というところの、まあ、情報の新しい扱いとか、ちょっと自動運転のモビリティのところまで含めてですね、活用の、社も増やしながら、またそれ、価値が見えるからデータ提供者も増えて、ここが、世界に常にデータが流通してつながっているというところを作っていきたいと思ってまして、まあ、当然我々技術はコアに持ってるんですけども、別席あっても業界に展開できないので、まあ、そういったプラットフォームを持ってらっしゃるパートナーさんと連携して、そこの暗号化とかセキュリティ機能とか、プライバシー機能に合わせていただいて、流通を加速させていくと。結果新しいビジネスモデルっていうところを、今後コアに据えながら、まあ、こんなビジョン感を目指してやっていきたいと。確かにこれはもう下の業界、まあ逆に何だろう、当てはまらない業界が思い浮かばないぐらい、まあ今本当データの利活用っていうのはもう大前提の社会になってるので、まああとはセキュリティの対するやっぱ意識の高い低いっていうところで若干濃淡も出てくるんですかね、業界もしくは業種によっては。おっしゃる通りですね。うん、はい。例えば金融業界とか医療とかですと、やっぱりこうセキュリティとかプライバシーは非常にまあ、いつも常に問題になっているところだったりします。まあ、今まではそうでもなかったんですけど、製造業とかも今後はクラウド活用というところで、まあ、AI を超えて、よく言うようになっているので、そしたらクラウドに設計図とか、また機密が出てあげれないよねって話もありますので、まあ、徐々にですね、今まで当たり前されてたところから、例えば、始まったとしても、やはりこう機密なデータという観点においては、割と、検討の余地がいろんなところで出てきているのかなという。ああ、製造もそっか、そっちも来てるんですよね。多分右側はすごいイメージ湧きやすいんですよね。いわゆる B2C に近いので、まあ個人情報に代表されるようなデータがね、まあ法的な規制もありますけど、B2B の領域でもね、まあ、そういったデータが徐々に徐々に取り扱ってきてるんだなと、今改めて気づきました。なるほど。うん、はい。で、実際に、まあそのような中で現状の取り組み事例のところで、ちょっと簡単にイメージまでですね。出るんですけども、まあ、例えば製造業と今申し上げたクラウドでの AI 解析とか、はい、まあ、わざわざ京都にある工場に東京から毎回出張してメンテナンスしに行くっていうのも時間もかかりますし、コストもかかるので、まあ、リモートでやろうという話の中で、まあ、クラウドにデータあげれないと。なるほど。って話もありますし、まあ、そういうところの課題解決だったりとか、うん、あと実際にやってる例で言うと、金融、これもやってるんですけども、金融のところの、銀行で一個一個の、ここだと、その、不正の取引検知の AI を作ろうとしても、やっぱり不正の方って少ないので、はい、まあ、それが、なかなかいい AI モデルができないっていう課題だったり、あとはですね、その銀行、A の銀行で起こった不正っていうのは、A の特有なんですけども、今後、マネロンとかですね、いろんな観点で、B の銀行でも同じようなことが起こる観点があって、間のパスとしてこう使われる可能性があってですね、そうしたら B も同じようなフィルターがないといけないんですけども、B はそもそもそんな不正があったことないから AI モデルが作れない、学習できないという問題があったりしてて、まあ、なのでこう点で学習してるとコストもかかるし、精度も悪いと。なるほど。こう点じゃなくて面で全部のデータを連携して作って AI モデルをシェアリングすることで、全面でこう守っていこう。で、次の日から A 銀行で起こった不正も B 銀行で検知できるようにしていこうと。取り組みを、実際にやっているっていうところがあったりしてます。その他の領域で、データ連携が関わる領域だったりとか、で、
秘密結社の価値が出始めていると、そんな感じになっています。なるほどね。これあれですかね、まあ、ちょっとさっきとちょっと近しい質問ですけど、まあ、濃淡の濃ってのは大体もう見えてきましたかね。このあたりで結構課題感が大きいとか、もしくは実際に組んでる数が多いとか。そうですね。大体見えてきた気がします。うん、それこそ銀行とか分かりやすい例だと思う、うん。分かりやすいですよね。はい、あとはよくあるこう、サプライチェーン。はい。そういったところの領域の、今まで相対で取引されていた内容、うん、相対、そこってもう見積書も明細書もいろんなものが取引されたり、Excel の形でいろんなリストとか、はい、あとは、化学、特に化学業界とかですと、素材メーカーと、うん、製造メーカーが、その研究開発の情報をやり取りし合いながら、新製品を開発したりとか、うん、そういうところをしてるんですね。で、そういったところでやり取りされる情報って、やはりこう、データのガバナンスが効いてなかったりしますし、うん、で、あまり細かく出しすぎても、やっぱり、うん、自社の、知財を漏洩してしまうこともあるですよね。それを出さないと相手も理解深くしてくれないから、なかなか、商取引も進まないっていうところで、まあそういった相対でやってるところの課題っていうところは、割と解決が進みやすいんじゃないかなと。なるほどね。相対でやってるからこそ、そこの間の情報としてはいいんですけど、同じような、のを他の素材メーカー、他のメーカーとやったりとかしたりするので、そこをこう一つの、それこそチェーンのような形で、うん、集めることができたら、まあ、そこの全体の集合値を使って、うん、もちろんだったらこういう条件で開発をした方がいいんじゃないかとか、うん、まあ、そういったフィードバックが全体でこうできるようになるので、個別最適化から全体最適化の問題を解くことができるで、ね、うん、でそういったところが一つフックになるかなとか、うん、なるほど、わかりました。これあれですかね、確か SAP とのコラボレーションも始められてると聞いたんですけど、合ってますかね。はい、そうです。まあ SAP さんとのこうソリューション展開という形でいただいているのが、うん、まあ、これ SAP さんのマーケットストプレイスに取り上げていただいているんですけども、はい、うん、まあ、ここでやってることはですね、一言で言うと、クラウドにデータ上げたいけど上げれない、方々をまずターゲットに、うん、クラウドプラットフォームを持たれていらっしゃって、そこで、それを展開されようとしたときにですね、やっぱり、お客さんの重要機密なデータっていうのをクラウドに出してっていうことがなかなかできないと。まあ、当然こう、クラウドにお客さんを上げたい理由としては、より利便性の高いクラウドのサービスを利用したいというところもありますし、まずサプライチェーン関係のこうデータを連携するという今後 の展開につなげるために、まあ、利便性高く、クラウドのような中間点に置いておきたいと。クラウドとかですね、まあ、いろんな背景があって、クラウド利用っていうのを考えられるわけですけども、まあ、当然、自分たちのデータは自分たちで守らないといけない。一方、クラウドにデータを上げると生データのまま置いてしまう形になるので、まあ、そこデータのガバナンスの観点とクラウドの利用っていうのをどう両立するのか。はい。そうですね。っていうのが、お客さんの課題として、定義してまして、うん、そこを解決するための施策として、秘密計算の暗号ゲートウェイっていうところを、これ我々の製品で、これ SAP さんの製品なんですけど、そこを連携しまして、我々のこのゲートウェイで鍵、お客さんの鍵を管理して、ここでお客さんの鍵を持って暗号化をする機能を提供するんですけども、なるほど、してあげて暗号データだけをクラウドに上げていったら、そうすることで、クラウド上で暗号状態で、先ほどの ZIP の中でこう解析をするようなイメージで、計算をするとか集計をすると。うんうん、で、SAP さんのアナリティクスクラウドとかですね、そういった分析なんかの機能と連携して分析をするんです、うん。で、その結果を返してくる形になるんですけども、なるほど、返してきたときにその鍵で、その分析結果だけを、に鍵を当てるので、うん、結果だけを解くという形になるので、一切全体の情報がこの計算とプロセスで漏洩することがないんですね。うん、対しても管理者に対しても漏洩することもないし、当然外部からハッキングされたとしても暗号データしかクラウドに載ってないので、まあ、保護できるということで、まあ、そんな連携をさせていただきます。なるほど。これは本当欲しがる会社多い気がしますね。まあ、特に昨今みたいなね、どうしても社会的な事件が結構データ関係の多発しているので、まあ、特に、まあ、途中でもおっしゃった通り、もう社内だけで自己完結できるも世界観じゃなくなってきてるんで、いかに社外とのデータ連携がってのは結構やっぱりポイントになってきてるんでね、この右のニーズってのは、うん、すごいありそうだなって聞いてて思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。
まさにそこのちょっとこうデータ連携の具体的なイメージで、うん、僕あの細かく例書いていったんですけど、うん、ありますね。あの全体的にあの、はい、したのがこちら。あ、これは分かりやすそう。うん、これがあの実際に SAP さんと絵を描きながら、まあ、こんな業界に、こんなユースケースないかねっていうので、対応しているような話です。なるほど、なるほど。まあ、これまさにサプライチェーンの絵でして、サプライヤーからまあ製造メーカー、まあ、これ素材で製造で、で、流通に乗っけて氷に持っていくという、まあ、大体、どの業界もこんなサプライチェーンを持っていらっしゃいますけど。そうですよね。やはりこう各社各社こう縦割りで、あの分業でこうやっている中で、SAP さんのこう DB もあのこういったところに展開されているわけですけど、うん、まあ、そこの各社はやっぱり情報分断していると。で、あのサプライヤーはこう製造メーカーとの間の情報取引で、あのいろんな課題を抱えてたりとかするというか、うん、そういったところを解決するというのが先ほどの話なんですけども、まあ、具体で言うとですね、例えば製造だと、今後、あのまあこう工場とか施設稼働状況っていうところを、クラウドで、リモートであの監視をできるように、あのセンサーの情報というのをクラウドで上げていこうですとか、あのまあ最近話があるこう ESG とかですね、CO2 みたいな、なるほど、というところで、あの工場の稼働データから、まあ、詳細な CO2 変換して、どれぐらい排出量あるのかっていうところををまあスコアリングして見ていこうというところがあるんですけれども、うん、まあ、それも何のためっていうところの一つの観点として、例えばデータ連携先としてそこのデータを銀行に連携することで、あの稼働状況からあのよりこうファイナンスっていうところもよりあの細かくスピーディーにやるための情報として、こういったのを提供して、そのリスクを早く見てもらって、ファイナンス、あの資金調達するっていうところにも使えたりする。まあ、材料になってくるとね。結構本当あの、これ本当、まあ、この業界書いてる以外でもね、よく見るのが、バリューチェーン全体でデータ共有して真ん中にドーンってもっと横幅の大きい箱、データベースの絵をよく見るんですよね。まあ、総論賛成ですけど、大体格論反対ですよね。あまあ、それがまさに今日前半でおっしゃっていただいた課題が全くその通りで、理想わかるけど、じゃあ実際データ預けますかと。預けないんですよね。で、これがまさにちょっと本当、僕的には本当、まあ、逆転の発想は言い過ぎですけど、まあ、そもそもこういったことができるのかっていうことが、ちょっとすごいですね、素直に。これ本当、あ、まあ、このユースケース、まず集中されるんでしょうけど、相当これ可能性を感じる、テクノロジーな気がします。素晴らしいですよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました、今林さん。はい、いやー、ちょっと初めから最後まであった。されました、まあ、そもそもその秘密計算に代表されるようにデータを物理的に集めなくても暗号化した状態でそういったやり取りができるっていうのが改めて今すごいテクノロジーだなとちょっと痛感しました。で、まあ、安全を通じて価値を提供したいって書かれてましたけど、多分その価値って改ざん、あの、なんていうのかな、あの、構造上になっていると思っていて、多分原始的なところで言うと本当に今日教えていただいた御社としてのそのコアなテクノロジーですよね。暗号化したまま処理できるっていうところ、そういった機能価値っていうのはまずあるんですけど、それを通じて、まあ安全だけじゃなく、まあ心理的な面も含めた安心っていう価値も提供できますよね。そして、それを踏むことによって初めて、いろんな方々が、じゃあ寄り添って お互いデータを集めていって、お互いにとって意味のある、価値のあるデータ連携、もっと言えばコクリエーション。競争活動ですよね。共に作ると書いた競争活動をやっていくっていう意味での新しいクリエイティブな価値の創造にもつながりますよね。本当なので、もうこの活動っていうのは、まあ、いろんなユースケースあるんでね、ちょっと濃淡つけるの難しいかもしれませんけども、あの、これからの本当に一社だけじゃなく、新しいこれからますますデータ加速度的にね、膨らんでいきますし、よりつながっていく必要性がありますので、より御社の必要性といいますかね、ニーズが高まっていくのが、あの、もうまざまざと感じられました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。で、あの、ぜひまたこれからも多分いろんなユースケースですとかね、まあ場合によっては新しい製品等々も開発されるかもしれませんので、また差分がありましたら、ぜひこういった形で教えていただけると助かります。はい。じゃあ本当は今日はあの改めてお忙しいところ、あの本当面白い話ありがとうございました。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。はい。よろしくお願いいたします。